ちょっと待って、マジ前回よりもハイラル城が。何あいつ、見たことねえボコちゃんいる。かわいい。保育園の先生が子供連れてるみたい。なんか道にこういう保育園児いるよね。で、後ろから一匹ずつ殺して成り代わろう。こいつからか。あ、バレた。まずい、まずい。あいつなんなんマジで。隊長、こいつヤバそうじゃない？狙いやすい的がでかくて。やべ。あー、まずい、強い。なんか本当に生きてるみたいだね。何何？何こいつ？なんかえ、カービィのやつこれ。お。何こいつ？ウィスピーウッズこれ。実写版の井戸、これ入れるの？あ、井戸入れる。いや、空だけじゃなくて地底も作ってるやんこのゲーム。頭おかしいやん。むちゃくちゃ作り込んでるやん。ちょっとこの人たち地球作るぞ、この開発チーム。いつかそら6年かかるわ。全然6年でも早いぐらいだわ。やっぱ死ぬ時ってこういう感じなんだろうな。この辺で完全防備のなんか城作って突入するか。ちょっと作って遊ぼうの時間しようかな。僕はもう子供の時は作って遊ぼうが楽しみの少年だったんで、こういうのは得意ですよ。ゴロリに教わってきたから、作り方は。教えるのはワクワクよ。確かに。ゴロリが師匠おかしいか。冷静に考えたら。いいね。ちょっと待って。ちょっと待って。まだできてないよ、お前。ちょっと待って。作りづらいんだけど。いいか、走ったからもう別にこれで乗ればいいのか。やべ。やべ。あの人大丈夫かな？ああ、よかった。あの人大丈夫。危ねえ。事故るとこだった。これで、あれバレてない？いや、こいつ突入させて。全然予定通りじゃない。花のカースガの逆に強そうだよね。何これ気持ち悪い。気持ち悪い。何こいつ、やっば。何これ、マジでやばい。何ちょっと、何何、ちょっと待って、どうやって逃げんのこれ。あ、死んだ。うん、おら、やっぱりマジで。マジでやばい。何これ、移動して正気ごと移動すんのこいつ。その遅さはまずい。うわー、ってことはこっちから行くと絡まれるから、なんか中学生の時思い出すな。あの道ヤンキー多いからやめとこうみたいな。つけたらダメだよね。一回つけとく。ただあっちに何か入れる場所があるのかよく分かってない。なんだよ。捕まえて、オッケー。やべ、浮いちゃう。これ取らねえと。危ねえ。うわ、救いは天にあり。救いは天にあり。なんだろう。何？うわ、しまった。うわぁ。なんなんマジで。何今の。ふぅー、快適。あ、なんか街みたいなのができてきてんだ。監視砦で、ハイラル平原。もうとりあえずちょっと、子牛いるやん。子牛！元気か、子牛！子牛か？すいません、人違いでした。お間違いでした。ポウオ。何？ポウオって。マイケルファン。ポウオ！
マイケルを求めし者いるやん。え？お、成長してる。あんた今までどこに。幽霊じゃないわよね。リコーダー持ってる。なんか教えてくれるわよね。やべえ、プルアが俺の理想な理想的なロリババアになってる。最高や。僕はかの有名な榎田社長から特別任務を任されているんだ。榎田工務店の宣伝のために各地に看板を立てるという任務をね。それでこの榎木みたいな髪型にしたんだぞ僕は。この人なんかあれだね、カイジの世界から出てきてそう。うん、リンク殿のお姿を見られたらきっと驚かれますよ。ザワザワ。誰だ。おお、ザキヤマやん。いい表情するやん。ピンウト。光り輝いた。ごめんな、ピンウって。高橋名人でしょ、これ。うわっ。これサムネだな、これ。怖いけど、なんか覗きたくなっちゃうんだよな。ジブリの敵キャラ顔じゃない。この絵面めっちゃ好きなんだけど。ちょ、もうちょっとヤバそうな武器にしよう。ワンパクか。すげえ、マジ今回上下の移動えぐくない？ちなみにこれは、これで戻れんの？え？横目で見てるよね。え？下から出てきたよね、この人。やったー。ありがとう。やったー。やっぱこれはないとな。お！ガーディアンの手だ。え？何？ちゃんと説明せえよ。これは。うわ、すげえ。なんか、盾のせいで俺パラシュート背負ってるみたいになってる。ただの岩なんだけど。洞窟の方から行くか。何？なんかいる？どこ？どいつ？何？おい。イエロックって何やねん。色じゃないんかい。どんどん燃やせ。よし、こいつら倒しといて、これ乗ったら勝ちでしょ、これ。よし、いいよ。で、これを、所詮家、乗られたらこっちのもんよ。手も足も出ないやん。頭の上乗られたら。うわぁ！もらった。うれぇ！家がよ。何これ。うえぇ、ー、マッチ強い。ハートの岩。かわいい、これ。あれみたい。クッキー&クリームみたい。お、来た。なんか強そうなやついる、やばい。ちょっと待って、なんか強そうだった。何あいつ。何、強そう、こいつ。あ、こっから一方的な試合が展開できるのでは。よしよし、一匹いった。やべ、もう一匹いるっぽいな、これ。弓矢がねえよ。やべ、学習したか。うわ、上にいる。上にいる。うわ。なんかいる。ちょっとこいつどうしよう、マジで。なんか戦車でも作って突撃するか、これ。
無敵要塞ザイガス作ろう。これを、わかった、ここにつけて、かっこいい、ちょっと行ってみるか。やべ、やべ、降りちゃった、まずい、降りちゃった。なんか めっちゃバレてる、やばい。今日マジでクラフト全部意味ね。うわ、危ねえ。クラウチングスタート、終わった。弓ない俺は終わりや。よし、あれの手に逃げよう。あれの手に逃げるしかねえ。いっけ、おっせえ。やかね、あーやばい、あー電池がね、そう、やるしかねえのか。撃ってこねえ。あれ、こうやっていった。なんかいい感じの音楽な。許されたっぽいね、なんかね。眠くなっちゃったね、多分な。ほら。あの塔行けばいいのか。あの塔行きますかね。シワシワの祠。弓ポーチも出してくれ。うんちゃかうちゃか、うんちゃかうちゃか、うんちゃか。いいかい、ボー、俺たちが求めるのはゼルダ様の真実だ。些細なさえずりも取り逃がしは許されない。めっちゃ取りギャグ言ってくる。目指すは旅人が往来する生まれ戸だ。そこで落ち合おうじゃないか。じゃあな、サッパー、サラバード。サラバードマジでいい。気に入った。俺も今日から使うぜ、サラバード。届かなくね、これ。くそ。英傑がこんなところで死ぬなんて。もしかして。めっちゃ成長してない？やっぱりリンク。リンク誰って顔したけど。リンク正直誰って顔したよね、今ね。ごめんね、リンク物覚え悪いんや。目的地はこの小屋から北東にあるヘブラ山南岳の洞窟だ。洞窟は表の崖を越えて山道を登った先にある。目印にかがり火を焚いてるはずだ。ああ、重量を追うつもりなら洞窟の入り口にあるかがり火を頼りにするといいぞ。どこどこどこに行けばいいのこれ。かがり火、あのあれか、一個の方か。いや一個じゃねえの、こっちか、この洞窟か。おい、かがり火じゃねえ。かがり火じゃねえ、こいつら。最悪だ。糸の村来てから寒い、部屋が。ちょっと待って、何？俺、今、膝に置いたのに勝手に弓打とうとしてる。俺のコント、おい、無駄にすんな。おい、俺の、もうやめろ、マジで。あ、ちょっと待って、風起こるやん、これ。強っ。強くねこれ。強いけど風起こるせいで当たんね。何これ、風起こるから当たんねえんだけど。不便なんだけど。松ぼっくりいけんの。うわ。何これ、すげえ。油分が多いから燃え上がるんやね。だからあのホルモンとかミノ頼んだ時の感じな。怖いんだってこいつら。捨て身すぎやろ。命が惜しくないんか。これ敵入ってない、これ溶かさない方がいいかな。めっちゃ使うやん、溶けろよ、はよ。これ武器だけ取れねえかな。こいつ助けて意味あんのか。
恩知らずが恩知らずがよバカ人が。まあでもあいつからしたら助けられたって意識ないだろうしね目が覚めたら突然目の前に敵がいたって状態だから、まあしょうがないよね。そんな瞬時に判断できないだろうね。とって人じゃねえかあいつボコブリンの脳みそなんて鼻くそサイズやろ町一番の暴言きたね。あ、いるやん。あー、なんかやらかしてるわ絶対。うわー、ちょっとリトの弓取られてるやん。もうなんとか取り返したいんだ。力を貸しておくれよリンク。いいよ強キャラ感すげえ。今度はオイラも一緒に戦うからね。一緒に戦うっつったって。おら、うっ、強え。エイムいいやん、強えやん。撃ってこい。めっちゃエイムいいやん。ちょっと最後まで一緒に行かん。全部ヘッドショットだったよ。リンク、オイラヘブラ山の山頂近くの空に浮かぶ島でゼルダ姫様を見たんだ。まずはそこに行ってみよう。お、リンク、チューリー頼んだぞ。うわぁ、あれ行くの絶対やばいってマジ。めっちゃ激アツ展開だけど、ちょっと絶対やばいってあそこ。いや、もう楽しみすぎて俺風呂でさ、リンクごっこしちゃった風呂桶のさ、お湯をまず抜き始めんのね。でさ、傘が減ってくるやん。で、傘がちょうど息できるぐらいのとこになったとこで寝転がって、で、それ目つぶって頭の中でリンクリンクって頭の中で思いながら、ブレスオブザワイルドのあのオープニングのリンクになりきるっていう遊び